ゴージャス動画モンスターハンターワールドアイスボーン、イエーイ、はい、ということでいつもながら、あお久しぶりショコラちゃんが来ていただきましたねえ、久しぶりもうずっともう馴染んだ感じになってますけども、アイスボーン、ちょっと、はい、ショコラちゃん近況聞いてみたい。うん、どうした、ストーリー終わりました、おクリアしました、泣いちゃった、本当に泣いちゃった、あ、そんなに感動しちゃった普通に、俺も実は一昨日、はい、クリアしまして、おお、普通にエンディング見てたんです、なんかやっぱ知ってる方たちの名前が出るから、うん、あで、あのクリエイターの方で、陽道さんとかの名前、陽道さんの名前見て笑っちゃうでしょ、いやなんか、うん、こういろんな思いがあって長年かけて作ったんだって思うと、はいはいはい、ものがここまで来てね、ほろり、あとストーリーもね、ストーリーもね、うん、うん、最後のね、うんうん、あんま言えないのかな、はい、そんな感じでございました。クラゲ、はい、今日なんかちょっとなんか違った雰囲気も出てるけど、そうです、ね、お、気づいておりましたか、なんだということで、今回は最強の助っ人と言っても過言ではないでしょう、YouTuber のこの方にお越しいただきました。自己紹介お願いいたします。皆さんこんにちは、タカティンです。おお、タカティンさんだここにタカティンさん、タカティンさんお願いします。いや、よろしくお願いします。ね、タカティンさんはあの、うん、モンスターハンターワールドだったり、うん、このアイスボーンとかで、うん、を中心に、うん、まあ、あの実況されてると。そうですね、うん、ね、で、なんでもなんか最速で、うん、クリアされる方なんですよ ね、そうですね、アイスボーンは、うん、なんとか生放送では最速が取れたので、わら、すごいで、今回よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。いやー、ちょ強めのとこ行こうか。うん、そうですね今日はうん、とりあえずはじゃあ一回用意しますんで、うん、はい、はい、ゲーム画面いきましょ しょう。こちらです。はい、ということで、ほら、タクテンさんがほらメガネグラサンかけて、ほんとだ、全然あもう盛り上がんないから寝ちゃったこの食卓ね。どんな装備着てるんだろう。ちょっとね、うん、それも気になりますけども。気になりますね。あ、これ見れるんだっけ。あ、こんな感じの。あ、カイザー。おお。ティガー。これもう高木さん、もう本当に今めちゃめちゃ使ってるやつですか。今はその広域化を。はい。つけてマルチ用にちょっと優しくします。我々のために優しい、すごいすごい。こちらも見切り、あ、見切り、やっぱりやっぱね、見切りタッチですもんね。うん、見切りはほぼ必須級ですね。必須級、まあ、そうですよね。同じのにしようかな、俺攻撃で上げて記述体制収めてる、収めて、あ、気絶耐性も何でしたっけ。アイスボーンがかなり気絶しやすくなってるんで、あ、マルチだと事故を防ぐために気絶耐性は入るなら入れた方がいいです。入るなら入れた方が、入れましょう。ちょっと高田さんに私、はい、私のちょっとスキルとかちょっと見ていただこうかなと思って、うん、一応とりあえず僕もね、やってない人じゃないからね、見せたいわけですよ。いいですね。ほら、高田さん、もう一回もう一回今のところ繰り返していいですね、いいですねナルガでね、あの回避性能ぶち上げてコロコロ転がるわけですよ、私は。なんだっけ、なんかイベルカーナの装備が、うん、その抜刀がどうのみたいな、納刀がどうのみたいな、ちょっとよく分かってないんですけど、うん、これつけた方がいいって聞いてます、ね、抜刀術。そうですね、抜刀体験って結構流行るくらい強いんで、お、なかなかいいスキルコースだと思います。あら、体力増強も入ってるんで、まあ、マルチでも事故が少ない感じです。はい、これじゃあ特に変えることないですか、なんかちょっと。そうですね、あ、アイスボーンであれば、はい、体力増強はなるべくつけた方が、やっぱ後々の歴戦交流とか。体力増強つけましょう。はい、それじゃあいきましょう。じゃあ3人でいきたいと思いますので、現在で出発いきましょう。ひとかりゴーゴーゴ ゴー。いや、いいですね高田さん。最初どうします。じゃあ始めていきますね。行きましょう。はい。え、もう眺めてたいんだけど、プレーを余計なことしないで、あー痛い。じゃ
そう、余計なことせずに。これぶっ飛ばしどうします？あ、ごちんこ、ごちんこしましょう。しますか、ごちんこ。あ、壁に。早い、早い、早い、ごちんこ早い。すごい早い。最速じゃないですか、世界新記録。ごちんこの、おーやばい、ごっちんこの世界シーンだな。ゴジャさんも見せてください。いや俺何も石持ってない、石ころすら持ってないの。すごっ、え、これ今うわばばば、あ、やばいやばい。ゴージャさん、ぶっ飛ばしていきますか。いきます、ちょっと待って、奥に押してます、ゴージャさん奥に。ちょっと、それよりもちょっと体力がやばい。そういうことそういうことなのありました、あった、やっちゃいましょうか。痛いな。お願いします。飛ばしやったことない。ほら、壁際で、壁際でいきますよ。間違えた、ボタン間違えた。おー、ナイスナイス、ほらうまいです。いや、ちょっと今山田マンは俺ができないと思ってたね。いや、動画初なんですよ。動画初、そうだね。でも、俺もマスターしたのここ最近なんでね。なんとも言えない。タカティンさん、良かったですか、今の。今のめちゃくちゃ良かったです。ほら、100点でした。100点タカティンさんの100点っつうのは一般で言うと1億点です。あーかーい怒っちゃった。褒められて怒っちゃった。熱い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 。さあ、これ多分ごちんこする。こっちんこやったことない。こっちんこやったことない。今怒り状態なのでぶっ飛ばしはできません。あ、そうなんだ。今調子乗ってやろうとしてる。いや、もうほん近づけないよこいつ。もう今バゼルギウスは怒り中ノリとかでダウンを取ると少し楽になります。おー、乗ろう、乗りたい。あ、燃えた。あ、え、ごめんなさい。ショウ、ドバイです。あ、高田さん乗ってる。乗りました。俺の乗り地で高田さん乗ってる。俺の乗り地。みんなの乗り地です。みんなの乗り地。みんなの乗り地。そうですね。みんなの乗り地ですよ。この間に柔らかくしてね。置きましょう。乗り地はもうひたすら傷つけてもらったらかなりいいです。おお。一瞬で落ちたんですよ。一瞬で。一瞬だった。こんなはずでは。ね、ショコチン。ショコチン、こんな感じで。ショコチン、ショコチン。ショコチンが。ダウン取ります。はい。おお。すごい。ほら。あ、外してた。お、逃げましたね。逃がさない。完全に逃げ。暑いとこ行くのかな。多分坂道のところに行くと思います。あ、46? 46 のとこ。いた、ジャスク受けたよ。じゃあ俺の仕事終わったな。早い。あ、今ひいかり状態なんでぶっ飛ばしていきます。あ、お、ショクラさん、え、ぶっ飛ばしどうやってやる。頭について R2 を押すだけ。簡単な仕事。え、あのスリンガーってことですか。そうそうそう、なんか弾持ってる。で、方向とかがちょっと合ってないと壁ドンできないので丸ボタンで方向チェンジできるので。何も持ってない。ちょっととりあえず攻撃しよう。とりあえず、じゃあ私がゴジャチンが、いや、ちょっと近づけないな。わ、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 ゴジャチンやられたな。調子に乗ってる。違うんですよ、高木さん、この間俺落石を2回当てて、はい、すげえドヤ顔してたら生放送で全然当てなくて、すげえ恥ずかしい思いしてる。あるあるですね。あるあるですよね。あるあるですね。まったく視聴者は本当に見落ちてたから。そんなことありましたっけ。ありましたけどね。お前編集してるだろ、お前。頼むぞ、大々的に。スターは、あ、いたいた、スターは作られるんだ、存在的に。あー、すごい。あ、全然いくかない。お、高木さん。あー、これ失敗しました。あ、距離が距離が結構大事で、
方向ミスっちゃうとさっきみたいに失敗しちゃいます。あー間違えた俺も。来た来た来た、危ない危ない、あれ、うーわ近づけないねこれね。よし、弾がなくなっちゃった。お、ナイスクラッチです。ナイスクラッチ、イエー。うわうわうわ、ちょっともうちょっと自分にしあ、移動だ。尻尾切りましょう。尻尾行きましょうか。行きましょう、はい、よし、尻尾最後に切った人の怪我ないでしょ。最後に切った人が勝ちですか。最後に切った人が尻尾の権利を獲得。尻尾切った権利。権利獲得。これは僕が切りましたって言っていいやつ。であれ切れた。これ特殊ダウンって言って結構長いダウンが入ります。おっ、へぇー、頭いこうかな。今だすごい奪い合い。よくマルチはするんですか。もう生放送ほとんどマルチです。生放送、普通にプライベートの。プライベートの方はほぼマルチはせずソロです。あ、ソロなんですね。じゃああんまりこういう話しながらは。そうですね、なかなか生放送以外は視聴者さんだとやっぱりね。そうですね、ひたすら一方的なんで。いで、あ、今怒り状態治ったんでぶっ飛ばしていきます。お、危ない、狙われてる。あー寝落ち。大丈夫ですかね、高木さん。やばい、これ大丈夫かな。ちょっと厳しいですね。そんな、またご冗談を。いや、じゃあなるべく無理をしないでくださいと。そうですね、そうですね、ゆっくりいきましょう。落ち着いていきましょう。落ち着いていきましょう。もう、あ、言ってられない。イビル、イビルがいるよ。イビル連れていこうか。ちょっとイビル連れていこう。ここにジョー来たらやばいですね。ぶつけね、化け物には化け物をぶつけんだよ。高木さん、はい、あいつは諦めましょう。はい。高木さん乗ってる。あ、すごい、今チャンスです。またぶっ飛ばしですね。あ、消えた。消えた、誰消えただ。なんだ高木さん。自作自演の最悪なパターンになってしまった。最悪だぞ。これはもう虫の息。いや、そうでもないと思う。まだあと半分くらいありそうです。半分も。そんなに。え、ここまでで2落ちってことは4落ちすれば大丈夫ってこと。どういうこと。よし、当たる、やった、123。来てるときは強めに、強気で。見落ちって最近なかなかなかった気がしますね。やっぱ強いんですよ、バズルは。ね、バズル強いですね。甘く見てた。あ、やばい、天使切れた。やばいじゃないですか。やばい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 じゃないですか。やばてぃ、やばてぃ、マジやばてぃ。お、特殊弾入りました。チャンスです。チャンス、もう全身を縫うことなくこのまま、やった、やばい。うわ、怖、これゴッチンコやった方がいいな。ゴッチンコ、お、ぶっ飛ばしていきますか。いきましょうか。お願いします。お願いします。あ、止まってる。すごいすごいすごい。今の誰？当たりました。当たった。あの、自分の時わかんないんだけど。え、今の
ゴーティン。ゴーティン。すごい。あ、勝ち上げちゃった、ごめんなさい。大丈夫です。お、イドティン、イドティンだ。あ、これ大技なんで気をつけてください。じゃあ逃げます。危ない、ちょっとごめんなさい。二人してたから。違うところに。あと一落ちで終わりですからね。やだ。いやいやいや、終わりではないよ、始まりだよ。いや、終わりです。お、お、あ、止まりです。壁がね、壁がなかった、壁がなかったですね。この場所やだ。あ、あれ、この場所。どういう、どういう、どういう。お、お、お、狭いとこで。いや、ここ逃げらんないよ、って。ここちょっと狭いっすね。爆撃来たら。いや、すげえ、CM みたいな言い方すれば。CM じゃないんだから。来ましたよ。あ、誰か来た。あ、ジョー・イビルさん。ジョーさん、もうそのまま、倒立してもらっていいですか。おぉ、首根っこ。うわ、すごい。何本 ?3000 ぐらいいく、行ったのかな、もう。いや、あ、6000。すごい。いやー、こっちも5000。たまらず移動。逃げましたね。わ、いやいや、逃げたいもん、我々も逃げたい。すごい、これでちょっと楽になりましたね。そうですね。うーわ、あー、緊張感あるな。カティンさん、ちょっと見て。痕跡を集めて。うーわ。あ、レース足きましたね。あ、終わりました。おわ、いいですね。もうそのまま、お、足引っ張ってる。お、うわ、地獄か、ここは。誰が一番先に行く、競争しましょう。行きましょう。くだらない。あ、ここは。ほんとだ、すや。じゃあもう、捕獲すやしてる。捕獲行きますか。行きましょう。はい、じゃあ、私がしますんで。はい。あ、落としたな。え、オーケー。いやー、はい、ということで、いやー、とりあえずね、無事捕獲しましたんで、クエストクリア。タカティンさん、はい、面白かった。正直面白かった。ぶっ飛ばし2回はさすがでした。あ、すごいですね。これね、ちょっとね、いや、これを生放送でまたできたらまた違うんですけどね。生は生の緊張感、収録は収録の安心感でございますけどね。うん、そこらちゃんはどうでした、高根さん。いや、もう使いこなしてますよ、体験を。あら、本当です。褒め上手。いや、嬉しい、優しい、いい、アルファ派の声で。ねえ、ということで、うん、ちょっと引き続き高田さん一緒に、はい、強めのやつ言っていただいてもよろしいですかね。行きましょうか。はい、じゃあそれちょっと次回また、ね、はい、交互期待ということにしておきましょう、うん、はい、ということで高田さんのチャンネル、うん、概要欄の方かな、こちらですね、はい、リンクありますんで、ぜひともチャンネル登録していただいて、うん、ガチの本当にカリッとのこんなもん ね。で、面白いのはこんなもん。対比を、ね、見ていただけると、ね、それ今日が素敵なコラボでね、どっちも入ってるって素晴らしい、得したね。ということで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。かてさん、最後いい声でありがとうございますみたいな。ありがとうございました。いい、癒されるな。得したね。